ジャパナビ、もう一つの夢の旅。一面の雪景色、圧巻の絶景、日本海の絶品グルメ、ジャパナビ幻想の北陸銀世界第2章。先週は鋳物の町富山県高岡市で伝統の鋳物作りを体験。今週は高岡市を離れ、さらに雪深い地域へ。合掌造りの里、五箇山に到着です。わー、綺麗、おもろい、もう真っ白で、これ覚えてる？覚えてない。ここは前に、うん、ああいった形のお家に泊まったことがあるでしょう。あの時は秋だった。今は冬、うん、真っ白。本当だ、うん、あ、売店もある。あ、本当だ、何か売ってる。結構人も歩いてる。あ、観光地だよ、早く行こうよ。行こう行こう行こう。あそこだ、あそこ、あ道あるんだ。ここここここベビー、こあーすごい、わらぶき屋根。わらぶき、この間、うん、五箇山に泊まった時に、うん、おばあちゃんが言ってたよ。何？五箇山の村のこの建物はこういう雪がいっぱい降るから、うん、こうやって落ちるようになってるって。確かに半分落ちたね。うん、すごい。じゃあってことはこれも落ちるってこと？そろそろ落ちるね。気をつけて。あっち立たない方がいいよ。気をつけて、ね、うん、これ、あ、何、足肝、おいしい肝や。鎌倉だ。これは日本語で鎌倉と言います。おー、暖かい。暖かい、休憩所。なんで、なんで急に暖かくなるの？こういう風に雪をこう固めて小屋にすると暖かいとよく言うよ。観音さん、いなくなっちゃった。はい、もう観音さんも取られちゃった。いつも普通はここに、香港だったら観音さんとか。違うよ、もう元々ないんだよ、観音様が、ね、ここ暖かいから、せっかくだからもう今回泊まろうよ。またここに。そうだよ、ここはさすがにちょっと泊まるには寒いんじゃない？ここじゃないよ、ここじゃない。ああいううち泊まれるかもしれないよ。あ、泊まれるかな。来てみよう、来てみよう。あ、すいません、似た。あ、ほら、浜崎あゆみです。違うわ、花崎ゆかさんです。あ、どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにここ、はい、泊まることできますか？ここですか？うん、こういううち。民宿とかはあるんですけど、うん、ここの集落では泊まれないです。あ、そうなんですか。前に泊まったことがあるんですけど、五箇山っていう地域には2つの集落があって、うん、愛の倉と菅沼で、泊まれるのは愛の倉の方です。あ、そうなんです。菅沼には何があるんですか？菅沼はこうやったお土産屋さんとか、うん、あそこ食べれるんですね。あ、レストラン、お食事できると。あ、食事どころ、食事どころとか資料館とか、うん、喫茶店とか。でもみんな住んでないですか、やっぱり？あ、みんなお土産屋さんはここに住んでますし、 あそこの方も住んでますし、皆さん住んでます。あ、民家そのまま今も住んでる。はい、これは新しく作ったものなんですか？いや、2、300年前ぐらいから。あ、2、300年前。全部全部そうです。世界遺産です。世界遺産なんだ。世界遺産、私たち今世界遺産の隣にいますよ。この後はこの地域の景勝地、庄川峡へ。冒険はここから始まります。ここから先は道はありません。見ればわかるよ、見れば。はい、それ全部もう川ですね。川です。だから道ない方が当たり前だよ。はい、うん、そして船に乗る。ああ、この美しい雪景色の中を約30分、うん、ずっとゆっくり観光する、あのポスターのように。さっきのポスター？そう、綺麗。ポスター見ればいいんだよ。夢がないんだ。乗って、この寒さも含めて楽しむ。そしてこれは今日4時出発の今日の最終便です。え、最終便？はい、や、最終便乗ったらどうする？戻ってこれないよ。乗ればいいんだ。サイナム3段かな。3段出発。出発した。まだタイタニックの雰囲気なのね。本当だ、ちっちゃいタイタニック。あれダム？そうだよ、ダムだよ。なんかね、よく言われるんですよ、うん、ダム作るときに村が沈む。そう、だからね、この辺でね、村沈んでるよ。そうだよ、この下には村があるんだよ。真っ白な中に真っ赤な橋。お、本当だ、すごい綺麗、ポスターみたい。なんちゅう、なんか美しい、茶衣美ら、えり茶衣美、茶衣美、かわしょくてね、美しい、悲しくなるぐらいに美しい。そう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 。もうね、危ないよ、見て、もうほらほら。わあ、この光景すごいよ。もうぶつかる。すごい。ああ、ぶつかるよ。
你睇下你嘅左手边、右手边啊，右手边，原来右手边系有路噶。哇，好靓！我睇一阵啊，哦，你睇下伊玛卡咪好出地嚟算噶，哇，卡卡点得？哇，靓成咁嘅，伊玛咁啊，黐噶，哇，好靓啊！啊，見到咩啊？今夜のホテル、超かっこいい。こんなにここでホテルあるの？すごい、これね、大向温泉という冬にしか行けないホテルでございます。え、これ泊まるの？今夜泊まるんだよ。だから言ったでしょ、これが最終便でもう帰らないって。最終便はこのことだ。あ、この船はこのために走るんだ。このためだけじゃなくて、普通の例えば遊覧船としても乗れるんだけれども、でもこのホテルはこの遊覧船に乗れないと来ることができない。なるほど、秘境の一軒家でございます。でもなんでまだ U ターンしたんだ今。あれ、そこらけが U ターンになってんの。あれ、あれ行こうかなと思って。あれ、なんで違う、多分船乗り場。あれ、あ、なんていうの、そうはね、船着き場があるんです。そうはね、うん、ここで降りるね、うん、ちょっとびっくりしたよ、カジノかな。すごい今ワクワクしてたのに、ちょっとテンション下がっちゃった。すごい秘境だよ。我們終於來到這個無人地帶，今日我哋会去一个好出名嘅温泉，叫做大木温泉。一歩旅館の中に入ると、いろりのあるロビーが田舎の趣を演出。こちらは和洋折衷の優雅な内装の露天風呂付き客室。露天風呂からの眺めももちろん雪化粧をした静かなダム湖。船でしか行けない秘境の温泉。静寂に包まれた山の中の一軒宿。それがここ。大巻温泉です。申し訳ないが、ここでおしまいんだ。うちはうちはうちは元気なくなっちゃったんだよ。知ってるの？知ってるよ。ここはたくさんの事件の現場だよ。何の事件？たくさんの人が死んだよ。マジで？はいよ。怖いんだよ。見て、これがその証拠です。たくさん並んでるでしょ。うわ、あんなに人がいつだったの？たくさんの事件が起きました、テレビの中で。あ、ドラマの話か。ドラマ、よくサスペンスドラマの撮影現場に使われてる。え、なんで撮影現場よく使われてるの？なぜかというと、まず船でしか来られない。そして到着してからは道もない、周りに店もない、何もない一軒家。わかった、つまり俺が今お前殺したら犯人は誰でしょうか？デムでしょ。バレちゃったけよ。いや、デムなくて、ジェムかと思ったら、ジェムの部屋を開けるとジェムも殺されている。そう、連続殺人事件ドラマです。おい、お、見て、まだあるんだ。わ、すごい。あ、やっぱりこんなに有名なんだ。こっちもだよ。わ、リエさん、あ、もう一人有名人がいる。ジェムやダイムジェ、ごめんなさいね。あ、死体もなくなるんだ。あ、いや。宿の自慢はもちろん温泉。原生林に囲まれた野趣あふれる露天風呂。大自然の中での贅沢な時間。秘境の宿で心も体も癒され、そして翌朝。わあ、ほれん。や、野趣ほや。いいね、毎日良くなる。ジェン。お、メレが、わあ、あ、鶴太郎さん描いた、鶴太郎さんの作品だ。わあ、壮大な落書き。わあ、おしゃれや。わあ、赤い文字いっぱい。わあ、いっぱい書いてる赤い文字。金返せ金返せ、借金返せ借金返せ借金返せ、アホ。あ、いや、あ、ここジェムの部屋だ。ジョさん、ねえ、お金借りたの？表にたくさん赤い文字で借金返せ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 、あれは聞いとつひんなよ、アホ。まあやまー、お金返せって書いてあるよ。まあやちょっとやっぽん。うわっ、あっ、あっ、終わった終わった、逃げちゃったよ。ちょ、見あれ、これ釣りだよ。釣り？この川で？ほら、何が釣れんの？はい、はい、めはや、ほはや、ほはよ、はい、もこれ見てよ、はい、か
川の上のホテル、僕初めてだよ人生の中。すごいね、なんか川の上に浮いてるみたいだよね。そうだね、うん、これ本当にずれるよ。本当に、うん、これ、ね、釣りの仲間ね来たらね、うん、みんな一晩ずつこれで釣るんだよ。釣る、うん、まだ釣りの話続けんの。釣らないとあなたの朝ごはんないじゃん。お客様、朝ごはんの用意ができておりますので、どうぞこちらへどうぞ。あ、お客様、OK、はい、わかりました。おい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 はやおい。来週は、うわー、かむ大事やん。うわー、こんなビュッフェじゃ食べれないよ。僕一口で飲むよ。おやすんね。ジャパラビ、幻想の北陸銀世界、来週もお見逃しなく。視聴者の皆様に番組からプレゼントのお知らせです。今週宝川温泉で出会った動物は、1番クマ、2番ゾウ、3番イノシシ。正解者の中から抽選で群馬県よりぐんまちゃんぬいぐるみを3名様にプレゼントします。応募用紙は www.jptime.tv 番組ホームページに掲載しています。締め切りは2014年2月2日午後17時。当選者は2014年2月9日に番組および番組ホームページで発表いたします。皆様からのご応募どしどしお待ちしてます。番組の特集内容やもっと詳しい情報は放送終了後に番組ホームページに掲載されます。アドレスは www.jptime.tv。 アクセスお待ちしています。また来週お会いしましょう。素敵な1週間を。